まさかこの時代に天田博美さんを見るとは思わなかったですね。すごいですね、ビッグワンに。僕ずっと K1 で見てました、天田博美選手。19で、ね、うん、はい、この時おいくつぐらい、30後半ぐらい。そうですね、天田選手だってマーク・ハントとかでもやってますからね。今ちょっと西田さんがすごいことになって、西田総一選手すげえキックパンツ履いてますね。キックパンツの入れ墨もすごいですね。入れ墨やばいですね。どこもかしこもすごいですね。いや、すごいです、ね、体型だけでもすごいの、ね、体型もすごいす、ね、体型も入れ墨もキックパンツもすごい、はい、この中じゃまだ髪型が普通ですよねすごいな。いや、西田総一選手のキックパンツ XXXL ぐらいですよね、特注近づきがこんな人いたら怖いですね。いたらっているんだけど、やばいですね近づきたくねえな。西田総一選手話すとめちゃくちゃいい人なんですよ、まあ、そうだよ、はい、ギャップが素晴らしいです。すごいパンツ、すごいパンツ、これ初めて見た感じです、はい、空手ばっかり、空手相撲じゃないのかって感じすごいな、プライドの方から見てましたでしょ。あ、もう前に来たでしょ。すごいな、もう西田選手すごいな。天田選手を相手にプレッシャーかけるとすごいですね。でもガードしてる、おお、聞いたか、大丈夫、まあ聞いた、ダウンダウン、聞いてる、そうすね、まだ大丈夫じゃないですか、うん、でもやっぱ今のオーバーハンドフックも確かにあれはヘビー級だとめちゃくちゃ重いじゃないですか。でもそんなにめちゃくちゃフラフラじゃないですか。そうですね、もう何もやってないし、はい、なんか曙の選手を見てるんです。西田さんに打たないとね、はい、もうローがいい、あー、ローか、ローカットできないだろうな、あの体格だと。うわー、効いた、ちょっとローが効いてる、今でもちょっと右が入りましたね。天田さん意外と技術的ですからね。いや、そうですね、ちゃんとロー蹴れるからパンチも当たりますから、すげえな、試合、すごい当たる気がしなかった、やばかった当たる気しないです、すごい、まあローで終わっちゃいますね。もう、うわー、入った、最後なんか、すごい試合で、浜田さん無傷じゃないですか。これは完全無傷です。いや、でもすごいエンターテイナーの試合でした。西田選手バタービーみたいですよね。バタービー超えてるんじゃない、プライドとか出てましたね。いや、やっぱ浜田選手はトップファイターですからね、ヘビー級の、まあ、そうですね、はい、K-1 ジャパンね、そうですね、もう本当日本人だと本当にトップ選手だったんで、ヘビー級で、だってもう西田さんよりでかいやつとかって、そうですね、はいそりゃ強いっすよあの頃よりは今年も召されましたけど、はい、まだまだ貫禄が、そうですね、めちゃくちゃ強いですね。ありがとうございます。ありがとうございました。